皆さんこんにちは。シーラブリンのアネラタイムのお時間です。この番組はエンジェルセラピストリンがお届けいたします。私はうるま市のシーラブというお店でエンジェルカードリーディングセラピーやお客様に合ったパーストンブレスなどを作成しております。この番組ではエンジェルカードセラピーを通してのお話や、また皆様がハッピーになれるような役立つお話をしていけたらと思っております。 また、この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは、7 6 1 a m k f m o d a j p また、f m コザではでは、ユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しております。f m コザのホームページからも見ることができますので、そちらもお楽しみください。また お悩み相談やご質問などがありましたら、お気軽にメールやコメントの方もお待ちしております。遠隔リーディングなどもできますので、皆様お気軽にメッセージの方よろしくお願いいたします。本日のカードは、大天使ミカエル、ミカエルカードを使ってラジオを聞いている皆様へ、または遠隔リーディングでご相談くださった皆様へ、あの、あ大天使ミカエル、 カードの方でリーディングしていきたいと思いますので、どうぞ皆様最後までお付き合いください。それでは今日もアネラタイム始まります。 シーラブリーナネラリネタイムをお届けします。では今週のリンです。今週はですねまず土曜日にですねオリジンライブの方で那覇の天武ソウルで土曜日にオリジンライブがあったんですけどそちらに、えー、リーディングで出たんですけどその内容がですね 8月にお笑いバイアスロンというお笑いの大会がありまして、そのお笑いバイアスロンにオリジンの方から現7組が決まっていたんですよ、その時は。で、その7組をリーディングして上位3組、あの、誰がこう、行くかっていうのを全員をこう、一人一枚ずつぐらい引いて、リーディングして <laughs> すごい盛り上がって、やっぱさすがもう、 オリジンの芸人さんっていう感じ。コケザミインディアンさんがその時は MC で、あ、ライブ自体は2時間ぐらいで、私のコーナーがだいたい20分ぐらい、15分、20分ぐらいあったんですけど、えー、皆さん一人一人、やっぱ一枚一枚引くことに、やっぱすごい突っ込みが面白くて、もう、ばん、もう、自分で言うのもなんだけど、すごい盛り上がってました。<laughs> 本当楽しかったで私の子供も、両親も、 友達もいっぱいみんな来てくれてたんですけどこのライブ自体もすごく楽しかったっていうことで皆さんオリジンライブはですね本当に毎月月に1回してますのでぜひぜひ来週もね8月27日土曜日また毎月第4土曜日ですねぜひ、まあ、リンが出るのは今月また、ね、いつか出ることもあるかもしれないけど本当にすごく楽しいライブなのでぜひぜひ皆さんも。 はい、行ってみてみくださいなんか私はあんまりこう漫才とか見るタイプじゃないんですけど本当にこうテレビで見るよりもやっぱライブの方がすごい面白いなって感じうんリップサービスさんもすごい面白かったし小刻みミンディアンさんも面白かったし本当に皆さん楽しかったですね。はい、ということで一旦 CM いきます。 かずさんましたねリオンさん。久しぶり 今日のエンジェルカードです。すします。今日のエンジェルカードの前にコメントの方が何件か来ておりますのでご紹介したいと思います。はい、さい、りんさん、山内さん、あつさに負けず、ルドルフさんからありがとうございます。先週もルドルフさん、初めてメッセージしたいただいてありがとうございます。リオンさんも、こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。ありがとうございます。今日もぜひぜひ何か、あの、 えんあのご相談などありました皆さんお願いします AKB さんからあら山内さんりんりんりんちゃんこんにちは相変わらずのな AKB <laughs> すいませんこんにちは AKB さん今日も最後までどうぞお付き合いよろしくお願いしますということで さて、今日のエンジェルカードは、大天使ミカエルカードです。大天使ミカエルカードはですね、まあ、ミカエルってお聞きしている方も多いと思うんですけど、あの、やっぱ天使界ではトップ、この天使界をこう、葬式していると言われている、やっぱリーダータイプで、何か変化の時期とか、 本当あの自分自身にこう強い見方をつけたい時はミカエルに頼むといいよって言います。あと本当に自分の人生の目的に向かって何かを望みたい時にもミカエルがすごく助けてくれるとかいろんな面でこうミ,ミカエルはすごくこう頼りがいがあるので皆さんもこうあの天使ってねなかなか見えないから信じられない人もいると思うんですけど本当に何か自分の変化時期がある時とかそういう希望が欲しい時は。 ぜひ、見返る私を助けてくださいとか言って、本当に来て助けてくれるので、はい。なんだろう、1枚目に出てきたカードが、離れなさいっていうカードなんですけど、どういう意味でしょうか。これはですね、いろんな意味合いがあります。その状況から離れなさい。まず、今あなたが落ちてるその状況につ、あの、あなた自身が関わる必要ないです。 あのー、入る必要ないいっていうことですね例えばこう何か問題があってそこ当事者ではないもしあなたがそこに入る余地はないというかその当事者に任せるといいよとかそういう意味合いもあったりあとは本当に例えばですよ恋愛とかでどうしよを離れた方がいいと思いますかとかそういう時にやっぱこの「離れなさい」のカードを引いたらその通りですね。 AKB さんから、え、俺じゃないっすよ。っていうのは、あ、AKB じゃないってことえ早見愛するもこかいさんっていうことあ、ですよね。すいません。<laughs> はいル。ルドルフさんから関わらないで離れるのがいいのですね。あ、何か心当たりあるのでしょうか、ルドルフさん。ね。でも、本当に、例えば、まあ、先ほども言ったように、なんか、あとはですね、 うーん例えば悩みすぎの人そこまで今入るその状況から一旦離れなさいとか今あなた自身それを抱える必要はないっていうのは大体いいいいいいがそうなんじゃないかって思うぐらいやっぱりこう自分で考えるよりもなんかやっぱ道はおのずと開けてくるからあまりこう悩む必要ないというか。 とりあえずこう天に任せ,任せてた方がいいこととかもあるのでだからこう自分自身であんまりこう考えすぎてる人にもその問題からは一旦離れましょうっていう感じでも出てきますね。1枚目のカードがそうでしたま山内さんから天に任せてどうしたらいいのっていうことだったんですけどあのもう何も考え関わらないことですこの状況にとっては。 大体み、あのー、例えば自分がどうしたらいいかっていうのはだいたい分かってくるので、あ,まあそのためにやっぱりそういう心のインスピレーションを聞く力っていうのは大切にしないといけないんだけれど、自分で考えて答えを出すっていうよりも、まず一旦離れて、どうしたらいいかが見えてきた時にそうするというか、 ん悩んでる時に考えてもしょうがないこととかもあるじゃないですか。だから一旦こう手放す。こう神に、あの、正直天使たちからも見えてるんですよね、結果が。で、それをその人がどういうふうに学んでいくかっていうのも天使も見てて、本来の道通りにやっぱ進まないといけないから、なんかこう、正しい道、正しいって,っ,てって言い方おかしいんですけど、その人にとってはこうどうしたらいいか。 あの一種の学びなんですよその考えないといけないこととかもでもうん道はおのずと見えてくるっていうのかな, <laughs> なんていうのかな一旦やっぱりその状況から離れることでル,ルドールさんから「こだわりを捨ているのがいいですね」っていう言葉ですけどそうですねなんかあまりこうこだわらずまずそうまず手放す <laughs> まず手放すことでうまくいくこともありますからね。 シグナスさんから、リンさん、山内局長、こんにちは、こんにちはシグナスさん、いつもありがとうございます。先週はパーストの方もあのお直しに来てく,くださって、金運アップ、アップのパーストに変換しましたよ、シグナスさんの。<laughs> ありがとうございます <laughs> <laughs>、はいあ。すごいね、その後に出たカードがある、あのあちょっと待ってくださいね。 何枚か出てきたんですけど一番こうなんかピッとくるーん2回も出てきたのがエネルギーヒーリングワークだけど、まあ、エネルギーヒーリングワークっていう意味はあのー、あれですヒーリングを取り入れなさいまあ何て言うのかな自分自身のエネルギーをきれいにするために よりこういいエネルギーをすになるためにもっとこうヒーリングワークっていうのはそういうヒーリングの仕事をしなさいとかそういう意味もあるんですけどそういったこうやっぱり今のあなた自身にとってすごくこう自分が癒されることが大事なのでもっとこう何かを考えたり迷ったりとかいうよりかはもっとこう自分を癒すことの方を大事にしなさいっていうカードですね 白光、はい、さんから、りんさん、こんにちは、お顔が健康そうで、ツイキャスでいい感じに映ってますよ、あのところでダイエットしている系はいや、実は、あの私、一応、少し痩せたんですよ、わかりますかあ、本当ですか、最近、この2、3日、ちょっとまた食べたりしたから、ちょっと測ってないけど、いや、一応、2キロぐらい痩せたんですよ。 あ,本当にありがとうございます山内たっさって言って言くれたあの2年で5キロ太ったって話をしててそれからなどんなことをしても痩せないっていう話を以前にちょっとラジオでしてしまったんですけどやっぱりちょっとこうジムとか一応週に3日ぐらい行ったりしてるのと和食生活をちょっと気をつけたのでまあ1ヶ月ぐらいで2キロぐらい落ちましたなんか早見愛する猛虎会さんからりさんもっと食べろ食べろって来てるけど。 あのー、こういうちょっと、ダメで、もっとこう、応援し、し,してほしいですね。<laughs> 応援コメントをお待ちしておりますので、皆さんよろしくお願いします。<laughs> はい。じゃあ、あもう一枚。何がいいかな何がいいかな <laughs> というか、天使が出すカードなんですけど、<laughs> なんでまた離れなさいって同じカードが出てくる一 <laughs> 枚見出たカードが、シャッフルしてます。あ、絶飛び出てきた。 ほレッツゴーオフやナウもう不安を解き放ちなさいってなんかあれなんです飛び出してきましたよあのー、今やっぱ不安な人に対してのメッセージなんですねもう今すぐ不安を解き放ちなさいっていうこの状況で不安をまず感じることがダメダメという良、うん、くないあなた自身にとって良くないからまずその不安を手放してそれからそれからというかもうん そうです不安と気持ちいもうそれだけです、このカードが示しているのは <laughs>、はいね。どうしましょうか、ね、あ、今日はまだ何もメッセージとかは来てないですか来て,あ来てますね、えーっと。じゃあ遠隔リーディングの方行きたいと思いますが、サルマタさんから、はじめまして、初メッセージです私はシングルマザーで子供が一人います。 彼氏が欲しいのですが、まだちっちゃいので悩んでいます。どんな人を探したらいいでしょうか。うんー、どんな人を探したらいいでしょうか。そっか。うん、じゃあまずちょっと恋愛のカードから引いてみますね。少々お待ちください。サルマタさん、シングルマザーなんですね。まだちっちゃいのお子さんがまだちっちゃいので。 悩んでいるっていうことですかね。初めてですね。ありがとうございますメッセージ恋愛カード。あ本当ですか。あまず出てきたのサルマタさんにまず出てきたのがレあのフレンドシップですね。まずあのお友達といろいろ楽しむことが大事なようです。このまたお友達と出会いの場に行ったりまずお友達と あの大体このフレンドシップ恋愛でどうしたらいいですかっていうことでこのフレンドシップ引く人っていうのはあのやっぱりお友達と遊ぶことでいいんですよ。何がいいかっていうのは例えばこう本当にいい出会いをそのお友達が。 あの、持ってきてくれるかもしれないし、あと出会いだけじゃなくて、正直恋愛ってやっぱお友達と遊ぶことでもなんかそういう恋愛力ってたか高まるんですよあの。ネガティブなお友達というのは良くないんですけど、例えば本当にこうお友達同士なんかこう恋愛をしている中で高め合える人とか、まあもちろん出会いに行ける人とかもいいし、本当にこの、 そのお友達がただ出会いを持ってくるだけじゃっていうだけじゃなくてなんかこうみんなとこう高め合いながらお友達と遊ぶことでより恋愛力が高まったりですとかもっともっとお友達とのつながりを大事にしていくといいそうですね。サルマトさんににままず1枚目に出てきたたカードががそうでした今はまだいい人が いらっしゃらないっていうことですかね。ガードやっぱしてるんですね。愛しても大丈夫だよ。っていうカードが出てきますよ。今こう恋愛するのを少しあの子が怖がってるんですね。例えばいい人ができても、あちゃんとこう。何て言うのかな？アうんガードしてるって。やっぱこれまでいろんなことがあったから。多分。あとはサルマ松さんの場合はやっぱりお子さんがいるからっていうことで気にしてるんでしょうね。お子さんがいるということだったので。 この「あの恋愛しても大丈夫だよ」っていうカードをよく引きやすい人は例えばこれまでいろんなことがあって傷ついたりとかなんかもういろんなことがあっ,て傷ああったからなんかもう恋愛をするのを怖がってる本当にこうまた人を愛していいのかっていう猿又さん自身もやっぱお子さんがいるからとか例えば今バツイチシングルマザーっていうことだったから過去に何かがあったからなんか再びあの。 やっぱりこう人間で傷つくことでいろんなこと分かることもあるけどもっとやっぱ本当はこうオープンになってほしいあの時ね自分がもっともっとやっぱ人のこと愛することもできてたと思うんですよだからもっとこう本当にオープンになって大丈夫ですよちゃんとその人のことを愛していいのでぜひはいもっと恋愛にあのオープンになって愛し愛されることを恐れないでほしいですね。はい <laughs> ちょっと、白河さん、2、3ヶ月ぐらい前のリンさんのお顔パンパンに見えて、太って <laughs> 確かにそうなので、違いますとは言えないですね。今日はどうでしょうか、白河さん。ちょっとは、1ミリぐらいちょっと顔、<laughs> 痩せてますかね。はい。えあ、早見愛する盲国さん、回線から、俺も探すしかないなってあるけど、 そうなの <laughs> で、あのー、いいんじゃないですか恋愛するの自由好きになるのは自由好きになるのは自由。あのー、ただ決してこう、例えば奥様がいるのにとか愛してくれてる、ゃ大切な彼女がいるのに他の人とっていうのは絶対にダメですよ。あのー、誰を好きになろうが自由ですけど、そういう相手がいる人なのに別の人と 何かそういうのは絶対にダメなことですねはいじゃあどうしようかな一応見返るあともっとこう猿タさんに出てたのが楽観的にっていうカードも出てましたねもっとなんか恋愛にやっぱり固いんですねちょっとこうこだわりを持ってるっていうのがあるんですね自分の中でやっぱりこうあのこだわりっていうかこう考えすぎな面があるんですねそっかそっか あ,あやっぱサルマトさん出てきたカードが、だい今日のかあのテーマの大天使見返るカードあのから出てきたのが事実を認めて然るべき行動するって出てるんですよ。なんだろうね。もしかしてあれなのかな。やっぱりこうオープンヨンハートも出てたからね。なんかもっとこう自分の心と向き合った方がいいですね。 例えば、まあ、この事実を認めてしかるべく行動するというのは自分の本当にもっとこう向き合うとかあとは、うん、例えば何て言てのこれ本当にいろんなイメージがあるんですよね例えばこんなことが起きてるのにもかかわらず自分が全然違う方向に行ってたりとか何て言うのかな逃げてるって言ったら言い方おかしいんだけどもっとやっぱ向き合うことが必要本当の気持ちとか。 事実を認めててしかるるべき行動をするっていうカードもあと今の状況に対してもです状況自体はこうなのになんかこううんそうじゃないもっとそこと向き合う必要があるのにもかかわらず逃げ,逃げてるっておかしいねなんかそういう時にもはい出てやすいですあのはいルドルフさんからセラピーで言いにくいこともありますか って言いにくい正直やっぱりあの私はお客様に対してやっぱり言葉を選んでます今この人にここまできついことを言うときっと傷ついちゃうなっていう人でやっぱり優しく言うけどこの人にはきつく言わないとなって人にはきつく言ったりやっぱり正直人,人で判断するっていいのか悪いのかって言ったらねちょっと散歩。 あれなんですけどあのやっぱり本当にこのあのみんな変わるタイミングとかペースも変わってくるんですよ。だからあルドルフさんが言ってることがそういう質問なのかどうかわからないんですけど言いにくいことというかあの徐々にこう気づかすように。 とか心境的にはそういうのはやったり、まあ、あとあれですよこの人例えば言いにくいこととかもはっきり伝えないといけないなということは絶対伝えます例えば相手恋愛とかでその相手ではないですよとかその人にとって早く伝えないといけないことは絶対もうはっきりズバッと言いますただなんかこの心境的に今例えば例えば精神がまだこういう時なのになんか いやあなた今こう悪いからもっともっと頑張ってとかそういうことはやっぱ言えないから徐々にとかまあそういう返信の方でよかったのかなまあそういうのはありますねなんかようこそありがとうございますあの林さんファンなのでっていうことでどうもありがとうメッセージ嬉しいですよ私もありがとうございますあメール来てますか だですね。マリリンさんからリンさんいつも応援してます。今度エンジェルカードで占ってほしいです。ありがとうございます。じゃあ今日マリリンさんに一枚遠隔リーディングしたいと思います。えっ、ー、とじゃあまあとりあえず一応あれですね。今日はメカるカードがマリリンさんに <laughs> すいませんなんでかな。 ななんんでだろうねごめんなさい事,事実を認めてしかるべく行動をするって出てたからちょっと待ってくださいねもう1枚さっきと同じカードが出ちゃってたから <laughs> マリリンさんマリリンさんんだろう1枚目出たカードが恋愛ロマンスでしたよほらまた出てきたんだけど何だろうこれマリリンさんの今の恋愛事情がちょっとわからないから。 このロ,ロマンスのカードでもいろんな意味合いがあるから例えばもし今シングルであればなんかそういう今こうロマンスの天使たちがすごくマリンさんのことを応援してくれてそういうソウルメイトと出会う準備をしていたりまた相手がいる人ならなんかこううまく生かせるようにそういうことがあったりとかそういうカードも出てます。ああととゆっっくり時間をかけててて決めるといいよよて出てますよ、あのー なんんんかかあるんですかね今ね今マリリンさん焦らないでちゃんとこうゆっくり時間をかけてあと他の人にも助けを求めなさいっていうカードも2回出てましたねなんか自分一人で抱えすぎなんです悩みがやっぱあるんですかねもっとこうちゃんと周りにも他の人にも助けを求めたりでもちゃんと正しい道に進んでるからあなた大丈夫だよっても出てますよ安心してくださいね今きっとマリリンさん悩んでるんですねでも ちゃんとその、自分が本当にやりたいことにフォーカスしてくださいね。道はちゃんと開いて、ほら、ライトアンドパスだ、あ、ごめんなさい、you are on the right path っていう、ちゃんと、また出てきたけど、ちゃんと、マリーンさん、正しい道に進んでるそうですよ。悩む必要はないので。ただ、ね、まあ、焦らずゆっくり考えることも必要ですね。あら、もう残り40秒になってしまってますね。 すいません皆さんありがとうございます今日もいろいろメッセージいただきましてまた来週もぜひぜひ遠隔リーディングしていきます皆さん全然あのお気軽に本当にどんどんちょっとした質問でもいいのでメッセージの方もお待ちしておりますありがとうございますでは来週もお楽しみください